ウェイハー！どうも、IG でございます。本日なんですけども、ついにバルセロナ EL 行きがほぼほぼ確定ということで、配信中にね、バイエルンに勝てば得失点差で2位通過できる2期がね、ちょこちょこおりましたけども、実際配信が終わって調べてみたり、まあコメントとかでもね、教えてくれた方がいたんですけども、チャンピオンズリーグは得失点差を見る前に、直接対決の成績も見られるみたいなので、勝ち点でインテルに勝つことができなければ、まあバルセロナは EL 行き確定と。いうことみたいでございます。なのでこれから我々がね EL 行きを回避するためだったら、我々がバイエルに勝つだけではなく、ビクトリアプルゼニがねインテルをぶっ倒さなければならないという状況となっております。まあ我々が勝てなかったらインテルにねビクトリアプルゼニが勝つことができるのかどうかっていうのはわからないですけども、まあビクトリアプルゼニはね今のところ一回もチャンピオンズリーググループステージで勝ててませんし、国内のリーグ戦に全力注いでチャンピオンズリーグはやめとくわってなる可能性もありますし、せっかくなんでね最後ぐらい勝ちたいと思ってバチバチにインテル対策をやってきて勝つみたいなこともねないわけじゃないので何とも言えないんですけども、確率的なことをね客観的に考えますと、まあほぼほぼインテルが2位通過をしてバルセロナが EL 行きするのがまあ大方の予想となっていると思います。まあ IG お前はどう思ってんだっていう方いらっしゃると思うんですけども、まあ僕個人としてはもうほとんど EL 行きなのかなと思っております。まあ希望を捨てることはね良くないんで、別に全然まだまだチャンピオンズリーグ出場権いけるぜって方がいても全然いいと思いますし、むしろファンとしてはそっちの方が正しいんじゃないかなとも思ってしまいます。まあ今回の EL 行きに関しては今回の負けだけが原因というわけではなく、まあ前節のインテル戦もね最初から舐めた采配をして結果的に誤審で負けてしまい、バイエルン戦にもね結構惜しい展開というか、一時期はねバルセロナムードだったのにもかかわらず結局得点を決め切ることができずにしばかれてしまって負けておりますので、まあ EL 行きに関してはああだこうだ言っても仕方ない気はします。正直今日の試合だけじゃないです。まあしかし今回の引き分けた試合の内容を振り返っていくと、ところどころ集中力が欠けてたんじゃないかなとは思います。もちろん全員が欠けてたわけじゃないですし、今回ミスしてしまった選手たちはね別にミスしたくてミスしたわけじゃないと思うんで、あまり強く攻めることはできませんけども、まあ全員が全員ね最初から最後までしっかり集中して試合に臨むことができていたのであれば、このような結果にはならなかったんじゃないかなとは思ってしまいます。まず失点シーンから振り返っていきますと、1回目の失点はねピケが一人でディフェンスラインを下げており、ピケ本人がねそれに気づいておらず、インテルがクロスを打ってきて、そのクロスに対してねキーパーが反応するだろうと判断してまあスルーしたんですけども、ピケはね自分自身のポジショニングの悪さが分かっておらず、インテルのバレッラがねピケの後ろにいたということに気づくことができず、そのままバレッラがそのクロスをゴールにぶち込み同点となってしまいました。いやピケさんしっかり確認してくれよ、お前マジかよみたいな、ほとんど若手がやるようなミスをねピケのようなベテランの選手がやってね心底萎えましたし、まあ、正直点入った瞬間はわけが分かんなかったっすね。なんでお前アイアンマンやってんだよみたいな風に思いましたし、いやもうはっていう失点でしたね。負けたら EL 行きなんだぞっていう試合でピケさんのねこのような姿を見ることになるとは思ってなかったですし、このシーンはショックだったなと思います。そして2点目はね、まあ図で表す必要もほとんどなく、ブスケスのパスミスをチャルハノールがしっかり回収し、そのままラウタルに素晴らしいパスを出し、ラウタルがそのままカバーに来ていたエリガルを跳ねのけてラウタルが決め切り2点目が入ることとなりました。ブスケスもね過密日程で疲れているというのもあるとは思うんですが、負けたら EL だよっていう試合でするミスじゃないんじゃないかなとは思いました。そして3点目は綺麗なカウンターで終了ということでございました。まあこのカウンターもね想定外なのかっていうと、攻撃時結構前のめりになっており、まあインテルのカウンターがね決め切らなかったんで失点せずに済んでたってところはあったと思うんですけども、そこら辺のねカバーをしっかりすることができたかっていうと、まあ難しいっちゃ難しいのかな。まあでも正直フレンキーとケシエ、まあ走って戻ってたけど、まあ特にケシエかな。ケシエさんはもっと走って全力で止めれたんじゃないかなとかは思ってしまいました。加えてフレンキーもねちょっと諦めがちな走りだったような気がします。絶対に止めるぜっていう感じは正直感じませんでした。まあ加えてね、まあピケさんはでもまあピケさんはしょうがないか。3点目のピケさんはしょうがない。しょうがねえわ。ピケさんがね、アラウホだったら止めれたのにとかは正直思ってしまいましたけども、まあインテル側もそんなこと言ったらね、もともとトップ下の選手であるチャルハノールがね、アンカーやっておりましたし、まあブロゾビッチがいたら失点全然しなかったのになーって言っててもおかしくないです。加えてルカクもね、怪我でいなかったんで、ルカクがあのシュート打ってたらティアシティーギに止められなかったのになーとか言われ始めたら、もうキリがないと思いますんで、話がまとまってなくて本当申し訳ないんですけども、まあ3失点目に関しては忘れ
ようかなと思います。とりあえず失点シーンを振り返っても分かる通り、集中力不足というか、負けたらイールだぞ、この試合勝たなきゃチャンピオンズリーグで先に進めないんだぞっていうのがあんまりなかったというか、もう正直考えられないようなミスでね、失点してしまい、結局追いつくことができず、 EL 行きがほとんど確定という状況になってしまいました。いやー、この結果は本当に切ないっすよね。今日の失点に絡んだピケやブスケスはね、もう本当にクラブの貢献者であり、財政状況が苦しい中、彼らが減俸をしてくれたのって、新しく加入した選手たちがね、登録することができたり、彼らの活躍によって、まあこれまでバルセロナはね、多くのタイトルを取ってきましたので、これまでのことに関してはね、相当感謝してるファンも多いと思いますし、彼ら二人のファンの数もね、相当いると思います。しかし今日のミスはね、若手がするようなミスだったような気がしますし、逆にこれまでの功績みたいなのを考えると、切なくなるミスだったと思います。特にブスケスはね、今シーズンがバルセロナでの最後のシーズンだと考えられております。その最後のシーズンにね、チャンピオンズリーグではなく、ヨーロッパリーグで終わるっていうのは、まあ本当に悲しいというか、まあ残酷だなと思ってしまいます。そしてピケもね、今シーズン序盤は全く出番がなく、本当に戦力外なんだっていう感じでしたけども、まあチャンスをもらった際にはね、まあしっかりといいパフォーマンスを行い、やっぱピケ健在じゃん、まだまだできんじゃんって思わせてくれてたさなか、このめちゃくちゃ大事な試合でね、えげつないミスをしてしまい、結果的にちょっと戦犯に近いような感じになってしまうというのは、切ないっすよね。本当に。負けちゃいけない試合で集中力を欠き、ありえないミスをして失点する。それらをしてしまうのがね、若手だったらまだわかるんすよ。チャンピオンズリーグ緊張するもんな、みたいな。でもそのミスをしたのがね、若手選手じゃなく、ベテラン勢っていうのは、悲しいっすね。本当に。まああんまり言いたくはないんですけども、今週末戦うマドリーのね、ベテラン勢というのは、めちゃくちゃしっかりしてるんすよね。ベンゼマ&モドリッチはね、チームがピンチの時にめちゃくちゃ活躍して、最終的にチャンピオンズリーグで優勝まで導いてしまっております。加えてクロースもね、今週の、まあチャンピオンズリーグにはなるんですけども、試合終盤にね、デュリガーにいげつないクロスを上げて、そのクロスを決め切ったデュリガーもすごいんですけども、もう決めるしかないだろうっていうクロスを試合終盤にね、打てるクロースっていうのも、えげつなかったと思います。マドリーのベテランとバルセロナのベテラン、両方見てるんで、ちょっと比べてしまったんですけども、マドリーの場合はね、負けてたら、いや、俺たちがどうにかしてやるぜっていう感じなのに、どうにかしてくれるっていう感じはね、正直ピケとブスケスにはないというか、負けてたら、まあ、しゃあないみたいな感じですし、ちょっとその辺のスタンスの差っていうのが、まあ、出てしまったのかなと思ってしまいます。いやー、EL 行きが悲しすぎてちょっと、辛いっすね。ユナイテッドも、バルセロナも EL か。まあ、今日、たまたまダメだったみたいな、まあ、風に、まあ、ポジティブに捉えて、今週末のね、クラシコでは、EL 行きしてしまったってことを忘れるぐらい、二人が超絶大活躍して、まあ、勝ってくれればいいかなと思ってしまいました。まあ、試合内容は失点しか触れてないんですけども、失点のシーン以外も、これまでの失点シーンとあまり大きく変わることはなく、試合全体を通して、ところどころ集中力が欠けてたんじゃないかなと思います。その、ところどころ集中力が欠けているところに、インテルは全力で、その隙みたいなのをね、狙って攻撃しまくってましたので、まあ、結果的に同点になってしまったのかなと思いました。オナナがね、めちゃくちゃいいゴールキーパーだっていうのはあるとは思うんですけども、我々の攻撃陣ならね、シュートを25本も打ったら3点しか入らないみたいなことは良くないじゃないですか。25本中、枠内シュート11本ですからね。それで3点しか入らないっていうのは、まあ、本当に深刻な問題だと思いますし、逆にインテルはね、手足提言相手にシュート11本、枠内シュート8本で3点決めてますので、選手たちの名前だけで言うと、バルセロナの方がね、攻撃力が高いはずなんですけども、今回の試合のスタッツを見る限りだと、インテルの方がいいシュートを打ってたと考えても良さそうですし、インテルは枠外シュート2、ブロックされたシュートは1という状況で、バルセロナは枠外が5で、ブロックを5回もされてしまっております。まあでもシュート数が多いから、シュートに至るまでの攻撃はバルセロナの方が高かった可能性っていうのは全然あるんですけど、まあシュートの正確さみたいなのは、まあインテルの方が上回ってますし、攻撃の質はね、インテルの方が高かったのかなとも思ってしまいますね。まあ加えてね、結構非難されてたような気がしますけど、まあチャビの戦術、今回は悪くなかったんじゃないかなと思います。前回とは違ってね、ペドリを組み立てに参加させることはなく、どちらかというと、5バックを崩す方の役割をペドリに任せておりましたし、ガビがセルタ戦、インサイドハーフの左の方でね、出ていて、まあそこでしっかり活躍してたのって、
継続して左インサイドハーフで起用しておりましたし、これまでずっとダメダメだったラフィーニャの左起用もね、ついにやめまして、前回はね、左起用で、かつ、中でプレーしろっていう指示だったんですけども、今回は右で起用して、中でのプレーを任せるのではなく、外でのプレーを任せており、ラフィーニャが外に張ってる分、セルジュ・ロベルトを中の方に置く戦術を取っておりました。この辺を考えるとね、やっぱシャビの采配は、今回別に間違ったことはしてなかったと思います。まあ試合中はね、セルジュ・ロベルトを外して、ケシを入れてる時はちょっとびっくりしましたけど、まあミスしたブスケスのことは早々に交代させてました。だからなんか、個人的には本当に、チャビの今回の采配が変だったか悪かったかっていうと、そうでもなかったんじゃないかな。むしろ今日は良かったんじゃないかなとも思ってしまいました。こっから選手の話していこうと思うんですけど、まあガビ&ペドリはね、最後まで一生懸命プレイしてましたし、めちゃくちゃ走ってましたよね。彼ら二人がね、10代だっていうのはもう本当にバルセロナにとって素晴らしいことなんじゃないかなと思います。特にガビはネガトラをしまくり、ボールを刈り取りまくっておりました。そして前回のセルタ戦から継続して左インサイドハーフで起用され、攻撃にもしっかり絡んでおりました。本当にガビは攻守ともにいい感じでしたし、彼の一生懸命さにはね、心が打たれるようなシーンもちょこちょこ見受けられました。そしてペドリね、ペドリもガビ同様とフィールドを走り回り、前回とは違ってね、組み立てではなく、5バックをどう崩すかっていうのを様々なアイデアを出しながら、それらを実行に移していき、攻撃してましたよね。いやもう本当に彼ら二人が10代の選手っていうのが信じられないぐらい活躍もしておりましたし、まあバルセロナのことを引っ張っていたような気がします。本当彼ら二人にはね、希望を感じました。逆にフレンキーはね、もうちょっとやる気出した方がいいんじゃないのって思っちゃいましたね。途中交代で入ってきたにもかかわらず、怪我明けっていうのもあったとは思うんですけども、ガビと比べるとね、絶対勝つぞっていうバイブスは感じられませんでしたし、ドリブル能力みたいなのは高くてすごいとは思うんだけど、それ以外は正直、ガビと比べると物足りなく感じてしまいました。この夏にね、バルサは夢のクラブで、ここでビッグタイトルを掲げるのが夢だみたいなこと言ってましたけども、そういう風なのがプレーに現れていたのかっていうと、まあ正直、まあほとんど今日の試合では感じられなかったなと思います。バルセロナにね、フレンキーさん家買ったらしいですけども、今の感じだと全然スタメンはガビだと思いますし、絶対的な存在っていう感じもしなかったので、今年の夏はね、バルセロナに残りたい、バルセロナが夢だみたいな感じで、まあ残留勝ち取ってましたけど、まあ来年以降はね、まあ全然放出候補というか、むしろ今年よりね、残留するの難しいんじゃないかなとは思いましたね。まあお金の問題がね、イール行きしてしまったことにより、過酷なことになるのは間違いないと思いますので、こっからね、来シーズン以降もプレイしたいんだったら、結果出したり、まあ絶対的な存在になっとかないと、全然放出あり得るなと思ってしまいました。まあフレンキーに対してはね、結構同い年なんで、まあ甘めな評価をつけてきたつもりだったんですけど、今日のフレンキーにはちょっと失望したというか、いや、なんて思ってしまいました。そしてケシエさんもね、えっていう感じはしましたよね。まあでもケシエさんに関しては、フレンキーと違って、あの、右ウィングバック?まあ右サイドバックなのかな?なんかそういうポジションで起用されてたんで、ケシエさんのことを悪く言ってもしょうがないというか、まあ本来そういうポジションの選手じゃないしな、みたいな感じなんで、あんまり強く非難することはできないですけども、まあ3失点目のランはね、ちょっと非難してもいいんじゃないかなとは思います。全力で行ったらさ、あの得点別に阻止できたような気がするしね。まああれが全力だって言うんだったらもう、いいよ、ケシエって感じはしました。なんか、ああいう感じなんだったら、まあ、全然、ヘトヘトなガビ置いてた方がいいじゃん、みたいな風に思っちゃいましたね。まあ、ちょっとガビ&ペドリがね、めちゃくちゃ神だったので、まあ、珍しく中盤の選手の話からしてしまいましたけども、本当にガビ&ペドリと比べると、フレンキー&ケシエは何やってんだっていう感じでございました。技術面では多分まだ、フレンキーはね、ガビに勝ってるところあるとは思うんですけど、バイブス面ではね、もうほとんど惨敗でしたし、下手したら、今回の試合、パブロ君とか出した方がね、一生懸命やると思うし、頑張ってたんじゃねえのっていう出来で、まあ、本当に最悪だなと思いました。金銭面でバルセロナがピンチになった場合は、来年の夏にはね、まあ、ケシエさんもフレンキーも、まあ、いなくなってても、まあ、おかしくはないのかなと思ってしまいました。そんで前線の選手の方行きますと、まあ、ラフィーニャっすかね。まあ、ラフィーニャに対してね、良かったって言ってる人もいるとは思うんですけど、個人的にはちょっと残念だなと思ってしまいました。まあ、超悔しかったのはね、まあ、ベンチに下がった時も見せてくれてましたし、攻守ともにね、超ボールを追ってて、絶対に勝つんだっていう意志はね、もう感じました。
たし、もう僕自身ね、さらにラフィーニャのことは好きになってしまったんですけど、惜しいミドルシュートは打つんだけど、決めきらないというか、まあここ最近ずっとこれ続いてるよね。これまではさ、左器用だったからさ、まあ決めきらなくても、まあ本職右なのに左やらされててかわいそうだなっていうところもあったんで、そんなに強く言ったことはなかったんですけども、まあせっかく右で起用されたんだったらね、まあ正直決めてほしかったよね。2本ぐらいあったよね、確か惜しいシュート。ただの試合だったらさ、全然決めきらなくてもいいよねって終わるけど、こういう大事な試合で決めきらないっていうのは個人的にね、印象悪く映ってしまいました。頑張ってはいたし、バイブスは結構良かったけどね。そんでプラオなんですけど、まあプラオは評価に困りますよね。前半の終盤にね、先制点をぶち込んだ時はね、得点が欲しいなって時の得点だったんで、いやもう感動しましたし、その後のねセレブレーション、クラブ大好きみたいなパフォーマンスしてくれてて、これまでプラオはねそういうことしてこなかったんで、なんかグッとくるものもありましたし、まあ割と前半というか、まあ試合の中盤までは守備してた印象があったんで、いやもうキャプテンやんっていう感じは本当にしてましたけど、まあ試合終盤はもう疲れたからか、まあ守備にもほとんど走ってませんでしたし、まあドリブルで一人剥がすんだけども、まあクロスは結構雑な印象を受けました。プラオの適当クロスから結構結局決まらなかったけど、カウンターもどきみたいな展開はありましたしね。プラオ自身ね、ワンチャン力が非常に高い選手なんで、チャビが最後まで残したくなる気持ちもわかるんですけども、意外とそのもう、あ、体力ねえなとか集中力切れたなっていうプラオがめちゃくちゃやってくれたよねっていう試合はないので、思いのほかね、プラオを最後まで残さずにスパッと交代する方がいいんじゃないかなとは思ってしまいました。そして最後に、まあ、前線の選手はレバですかね。レバ、なんかレバに対してはね、なんか申し訳ない気持ちもありますね。序盤とか中盤とかはね、全然点決めてなかったし、まあほとんど消えてたし、謎にレバンドスキーがね、まあでも仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、まあサイドの流れてクロス上げるみたいな、いや誰がそのクロス受けるねみたいなことはちょこちょこあって、うんっていうことはありましたけど、まあ最後の最後に2得点決めてくれたのはレバでしたし、得点が欲しい時に得点して、まあ意地を見せたレバンドスキーっていうのはすごかったなと思います。いやでもちょっと申し訳ないなと思うのが、バロンドールを取りに来たのにね、あのヨーロッパリーグに行くっていう、いやなんか本当申し訳ないですよね。それまではあんま良くなかったとはいえ、まあ2得点も決めたストライカーに対してね、なんかああだこうだ言えるのかっていうと、それはどうなのかなとは思ってしまいます。レバンドフスキなー、言える気することに関しては本当申し訳ないですね。でもお前もうちょっと決められたよなって言いたい自分もいます。そんでまあファティ&コスモに関してはね、まあ試合時間が少なかったし、まあところどころね記憶が曖昧なんで、あの覚えてないです正直。まあ強いて言うならば、まあコスモが点決めないのはね全然驚かないですけど、まあファティにはね、まあ10番つけてるんですから、得点が欲しい時に得点決めてね、逆転させて欲しかったなとは思ってしまいます。まあでもしょうがないか、求めすぎか。まあ今シーズンのファティの目標はね、まあ得点を決めまくることじゃなくて、まあ怪我をせずワンシーズン試合に出続けることですから、まあいっか、もうしょうがないな、攻めてもしょうがないな。まあで前線はこんな感じで、まあ守備陣営の話しますと、まあセルジロベルトはナイスだったかな。プラオへのアシストもめちゃくちゃ良かったと思いますし、まあシャビ監督のね起用法がバッチリハマってたような気がします。なのでまあまあセルジロベルトに関してはなんかそんな悪い印象もないですし、まあよくやってたんじゃないかなとは思います。そしてエリガルですね。エリガル、ラウタロにぶっ飛ばされてしまってね、まあ2失点目には絡んでしまいましたけども、それ以外の守備が悪かったかというとそういうわけでもなかったですし、エリガルの攻撃参加はなかなか良かったんじゃないかなと思います。彼のキック精度の高さっていうのは素晴らしいと思いますし、まあインタビューでの受け答えもね、まあ一番かっこよかったと思いましたので、まあエリガルに関してはそんなに文句つけようがないのかなと思います。まあラウタロにやられてたことはね、もうしょうがないよね。しょうがない、しょうがないよ。そんでピケのことはね、もう別にさっきめちゃくちゃ言っちゃったんで、もうとりあえずスルーしまして、まあマルコスアロンソさんはね背が高かったですね。守備陣営は以上こういう感じとなっており、今回のマンオザマッチはね、おそらく手足提言なんじゃないかなと思います。手足提言えげつなかったっすね。まあ今回の試合ね6回セーブしてくれており、そのうち3回も枠内シュートを止めていたみたいです。もし手足提言がね前回のセルタ戦重傷を負っていたのであれば、おそらくこの試合は引き分けではなく敗北だったんじゃないかなと思います。手足提言に関してはね、めちゃくちゃ素晴らしいセーブをしてくれて感謝しておりますし、それと同時にね申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいな方多いんじゃないかなと思います。まあ順番はごちゃごちゃになってしまいましたけど、試合に出てた選手っていうのはこんな感じだったんじゃないかなと思います。まあとりあえず現状言える行きがほとんど決まっておりますので、リーガに集中するしかね今シーズンの目標はなく、リーガで優勝するためには今週末のクラシコに勝たなければなりません。だからね、まあとりあえずクラシコに勝てるよう、まあ準備をしっかりするもよし、しっかり休むもよし、皆さんにねコンディションを上げてもらうしかないじゃないっすね。こうやってねほとんど言える行きが確定という状況ですけども、まあビクトリアプルゼニがね奇跡を起こす可能性っていうのもありますので、一応クラシコ終わった後もバイエルン戦に向けて、まあコンディションを高めていくっていうことは忘れないでほしいかなと思いました。まあ
2シーズン連続 EL 行きっていうのは本当に屈辱的ですし、非常に悲しいですけども、まあ今はそういう時期だということにしておいて、日々コンディションを高めて、しっかりリーガを制覇していくしか、もう今シーズンは道はないんじゃないかなと思いました。まあそんな感じで今日は終わりますかね。いやー、バルサも EL か。まあいいや、ちょっとその辺はもう一旦忘れて、もうちょっと今日はこの動画を終わろうかなと思います。それではまた明日の動画でお会いしましょうってことで、